本日も家で過ごそう、シャレオツチャンネル、アルティメットをご視聴いただきまして、ありがとうございます。愛の YouTuber、アイプップです。シャレオツってことでですね、今日は、和歌山県の和歌山市に住んでるポケットマルシェで、ね、出会いがあった池田さんから買ったアシアカエビを使って、ガーリックバター炒めをね、したいなって思います。でですね、まず、本当に非常に簡単で、ニンニクを、まあ、薄く切りましょう。まあ、みじん切りなのかどうかよくわからんですけど、池田さんは何にも言ってませんでしたね、そこら辺。なんで、ちょっと皮をめくります。はい、はい。ね。そう、お尻のとこ切るとね、綺麗にめくれるんです。まあ、ちょっと、はい。綺麗にめくりました。で、ニンニクはね、基本がありまして、体重をこうやって乗っけて潰します。私体重がないからな。はい。潰しました。そしたら、繊維と逆の向きで薄く切りましょう。はい。薄切りでいいですね。薄く切りがいいのか、みじん切りがいいのかよくわかんないんですけど、まあいいや、みじん切っちゃおう。はい。みじん切りはですね、この包丁の先端を持って、ガガ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 ーって、はい、やります。まあ、なんかガーリック炒めなんで、まあ、適度に、はい、やっときましょう。はい。はい。OK です。で、次はね、はい、エビを炒めます。ちょっと動画。じゃあ、フライパンに大さじ1でいきます。まあ、私ちょっと大さじが今ね、ねんで、はい。大さじ3、小さじで3で作りました。オリーブオイル大さじ1で、はい、中火で炒めます。はい。で、この後に、まあ大体そうですね。イタリアンだったらここでニンニク入れて、炒めます。はい。で、ニンニクの匂いがしてきたら、ああ、ニンニクの香ばしい匂いがしてきましたね。そしたら、エビをね、入れまーす。はい、池田さんはもうこのままエビいっちゃっていいよって言ってましたね。わ、結構量があるな。はい、エビ炒めます。結構量ありますね。もうこれ結構ね、1ヶ月ぐらい経っちゃってて、ね、エビがね、冷凍しててもあんま鮮度良くないですね。皆さんは届いたらすぐ食べましょう。はい。画面見えてますかね？ちょっと難しいな。ちょっと、おー、いいですね。なんかパエリア作ってるみたいになってます。ねえ。これアルファ6400じゃうまく撮影できないな。で、ある程度ね、ああ、いい感じにいってんなーって思ったら、塩コショウをね、かけます。これが池田さん流のガーリックバター炒めです。ね。このポケットマルシェだと、実際に生産者の方々、ね、レシピをね、聞いて、ね、作ることができるんで、本当いいですよね。はい。で、あとは、ね、バターを入れるだけ。ね、お手軽で簡単に作れちゃうんで。え、バターと、塩コショウと、ね、ニンニクしか使ってないですもんね。制作時間なんて5分もないかも。ね、はい、バター入れまーす。簡単おつまみ。ね、これ、今日で第2弾です。ね。これは、くたびれエビのガーリックバター炒め。はい、バターと馴染ませて、ちょっと火を火力上げちゃうか。いい感じに取れてますね。皆さんもぜひよかったら、池田さん、まだね、エビ売ってるんで、買ってくださいね。やっぱ今、ね、コロナ禍で、ね、たくさんの人がね、やっぱ経済がなかなか回ってないんでね、でも家にいても経済は回るんだっていうことをね、私は証明したね。まあ、現に私はウクライナに毎月5万円寄付してね、それが医療物資や食料になってるわけでしょ？すげえ経済回ってんじゃん。それで人が助かってるなんて。おー、これはまさにランジャタイ。ランジャタイですねー。まあ、ちょっとだけ炒めて、はい、終わりにしまーす。
いい感じですね。いい感じいってますね。よいしょね。毎日、ね、投稿、ね、シャレオツチャンネル。おー、頑張ってんなー。なんて、ね。ライブ配信の人と、に来ていただいてる方、ショート動画の方にね、ちょっと褒めてもらいたい。はい、まあ、こんなもんでしょう。はい。あとは、ね、皿に盛るだけ。完成しましたー。くたびれエビの、ガーリックバター炒め。早速、先ほど作った、ね、くたびれエビのガーリックバター炒めをね、食べていきたいなと思います。ね、本当にしっかり中まで焼けてるかどうかわかんないですけど、もう結構ね、頭の方がね、もう結構腐ってんじゃねえのってぐらいです。これなんですが、ポケットマルシェの、静岡の方から買いました、フルーツトレック平野さんの、青梅を使った、梅酒の、炭酸水割りです。ということでね、これも、ね、これ1年、ね、つけたんですよね。これつけたやつ、1年のやつがあります。ね、じっくりつけました。もう、1年待ち遠しかったですね。後でね、これも連絡したいなと思っております。ってことで、ね、この後ね、これ食べながらちょっとライブ配信をしないといけないんでね、忙しい忙しい、ほんと。じゃあちょっとね、ちょっと食べて終わりたいなと思います。はい、いただきまーす。前に、やらないといけないことありますね。ルネッサンスシャツ。ああ。いや、ダメだ、これ。マグナムグランドね。ちょっと、もう、あれ、ガスがねえ。ただの水だ、これ。炭酸がねえよ。ねえ、ちょっと、ガス交換しなきゃな。めんどくさそうだな。どうやって交換するんだっけなって。いや、忘れちゃったよ。どうしよう、どうしよう。やばいよ、やばいよ。ではさんのもらえ。おっと。しまった。こういうのね、あ、カットすればいいんだよ、カット。いただきまーす。うん。うん、うまい。バター炒め、美味しい。うん。うん、うまいっすね。ほんと。ちょっともう、大丈夫かなって思ったんですよ。皆さんは、もっと早くね、買ってすぐね、作っていただけたらなと思います。もう一切れだけ食べて今日は応援したいなと。うまい。結構ね、量があるんでね、もしよかったら家族の人とみんなでやってください。私一人これ食べれるかなって。ちょっと心配です。あとこれ飲んで終わりにしたいなと思います。よいしょ。で、本日はここまでとさせていただきます。今ね、第7波でね、すごい感染拡大してます。今日もね、過去最多っていうところがね、たくさんありました。なので、皆さん、ね、これだけは言いたい。家で過ごす、皆さん、あなたの意識ある行動が大切な人、そして誰かを救っていることを忘れないでください。ね、私たちのためにね、働いているね、医療従事者の方をはじめとする、ね、たくさんの方がいます。そして病院に入れなくて苦しい思いをしている方もいます。でそういう人のためにね、やっぱ自分は関係ないとかね、思わずにね、やっぱそういう人にね、迷惑かけないようにするために、ね、やっぱね、身近な人、そして誰かの大切な人を守るっていう意味合いでね、家で過ごしていただけたらなって思います。あと、ね、世界平和。ね、今もね、ロシアとね、ウクライナは戦争しています。できたら、やっぱ外に出てね、遊びに行くお金があるぐらいだったら、家で過ごして、そのお金をね、ウクライナの方に寄付してください。ね、今ね、やっぱ医療物資とかね、その食料とか、本当になくてね、困っているんです。で、そういう人にね、やっぱ、お金を使うことによって、やっぱ経済をね、回すってこともできるんです。こんなに素晴らしい経済の回し方ってないと思います。皆さん、ぜひ、ね、ご協力、何卒よろしくお願いします。ってことで、いつものやつやってしみたいなと思います。決め台詞は、もちろん、シャレ、オッツー！ご視聴いただきまして、ありがとうございました。シャレオッツー！